私は、とある以前そのブログで、奇跡が起きました。はい。書いたんです。奇跡ってあるんですね。って。それについて、ちょっとお話したいなと思うんですよ。あのね。はい。その日は、取材でした。はい。取材があって、桃地先輩と、取材があって、で、取材が終わって、お疲れ様でしたって言って、お辞儀をして、顔を上げたら、スタッフさんがいたんですよ。はい。で、スタッフさんが私たちのことを見て、おって顔したんですね。だから、あれなんだろう、桃地先輩に何か用なのかなと思って、おはようございますって言ったら、後ろから、道枝さんが、ひょこって顔を出して、もう本当に、何にもサプライズでも何でもなく、本当に不意打ちね。だから、あ、どうしようどうしよう、逃げなきゃと思って、とりあえず、そのソファーから立って、ちょっととりあえず距離を取ったのね。で、あ、なんかその、もう先輩と道枝さんでお久しぶりです、みたいな話を、してて、だからこう、人、段落したら、私に、道枝さんの視線が動きまして、で、なんか、あ、久しぶり、みたいな。どうしようと思って、もう本当に、もう、本当に失礼なんですけど、背中を向けないと、立ってられなくて、で、背中を向けてしゃがんでたのね。そしたら、もう先輩が気を利かせてくれて、ずっと、この人、私が、ブログを真似して、更新してたんですよって言ったんです。もう私ね、やっぱり、すごいことを してる、自覚はあったから、まあ見てないだろうと思ってたの。そしたらね、道枝さんがね、あ、知ってるよ、だってブログ更新してから山木ちゃんのブログが更新されるの楽しみだったもんって言われて、もう頭真っ白、どうしようと思って、本当に私は見てないと思ってたから、ある意味好きにできたところはあったのね。見てたもんね。そう、きっと見てないだろうと思ったから、もう見られた恥ずかしさと嬉しさ、もう同時に込み上げて何が何だか分からなくって、ね、もう、まあ、とりあえず号泣してるわけ。写真送られてきた、りさちゃんが、号泣する写真。むしろね、号泣する写真しかなかった。もう先輩にね、パシャパシャされちゃって、で、もう泣きながら、ありがとうございますって言ったら、そのスタッフさんが、じゃあとりあえずなんか、一言言ったら、伝えたいことあったら言ったらって、気を利かせてくださって、伝えたいことあったら今のうちだよって言ったから、とりあえず、コットングラブ行きますっていうことだけ伝えて、そしたら、道枝さんがね、私に対して、可愛いって言ってくださったの。もう、いいの。社交辞令でも何でもいい。あ、そうなんだ、みたいな。うん、と同じ意味の可愛いでも、もう、とっさに出た可愛いでも何でもいいけど、とにかく、可愛いって言ってくださったこと自体が本当に嬉しくて、もうなんか腰抜けちゃって、その後、またスタッフさんの計らいで、道枝さんと、そのスタッフさんに、チョコレートの差し入れを、するっていう展開に今なぜかなったんですよ。なったんですけど、その時も、もう腰が抜けちゃって立ってられなくって、そのムービー送られてきたんですよ。来た。だってなんかね、もう、だってずっとさ、道枝さんにお会いしたかったわけじゃん。でも、実際会うと人間ってこうなるんだなと思った。心構えができてなくて。確かにね。で、私その日に限って、あ、ロコとかすっぴんだったのね。もう本当に悔やまれるの。え、でもメイクでさ、涙が、ね、ブロボーになるようでいいよ。そうね。で、もう先輩にも言われたから、結果オーライだと思うことにしてるんだけど、ね、私がすっぴんなんです、みたいな話をしたら、でも私もすっぴんだから、みたいな。ちょっと待って。もう、すっぴんの顔じゃなかったわけ。美しさがね、陶器だったわけ。それですっぴんですかって、むしろすっぴんの方が可愛いです、みたいな。もうね、二年間で何があったって感じ。本当に可愛くってね。だから、本当に幸せで、あれは私、夢かもしれないってまだ思ってるの。だから、夢だったかもしれないって思ってる状況で、やっぱりその、催眠ランドールは、あ、嘘じゃなかったんだって思える素敵な公演で本当に幸せで、なんか二年間諦めないでよかったなって今本当に思ってるの。なんかね、その結ぶがね、そのリオちゃんが好きとか、藤井リオちゃん、拳ファクトリーの藤井リオちゃんが好きとか、なんか他のメンバーが誰々が憧れてるとか言ってるそばで、なんかいいなって思ったのね。そっか、そういいなって、私はいない
から、うん、道さんは今いないから写真も撮れないしって思ってたけど、なんかその2年分の幸せが今ギュってここに来て本当に幸せで仕方がない。なんか結ぶにいつもこういう話聞かせちゃってる気がする。確かに。いつもラジオ結ぶの回でいつもこういう話になるんだよ。うん、リサちゃんと一緒に言うと、うん、基本的に、うん、1回目か2回目の放送どっちかで絶対喋らなくなる。ごめんね。でも全然よ、楽しい。ありがとう。うん、結ぶもね、ありがたい。本当にね、ちゃんとうなずいてくれるから、私も本当に心地よく話せる。本当にありがとう。ありがとう。私は幸せです。以上です。うん、ありがとう。はい。おめでとうございました。ありがとうございました。リサちゃんが幸せでこちらも良かったです。はい。